はい、皆さんこんにちは、ガメ鉄です。2023年7月15日ガスカベウォッチングスタートです。この日は大宮11時34分発の各駅停車の春日部行きで春日部へ向かっています。この列車で春日部に着くと11時55分に着きます。はい、ということでですね、今日たまたま帰宅の時間に合わせましてスペーシア X2 号を見ることができそうですので春日部駅へ向かっております。スペーシア X 12時1分着、12時2分発だったと思うんで、ホーム3、4番線に行ければ取れるんじゃないかと思ってます。開かずの踏切通過します。鉄道施設撤去が終わりまして、上り仮線の工事も本格化しております春日部駅です。工事中の春日部駅と新型のスペーシア X、はい、春日部に着きました。共演が見慣れますね。ということでホームを移動したいと思います。列車はおおむね定時で春日部駅に到着です。まもなく1番線にスペーシア X2 号到着です。お、来ました。東武の新型特急スペーシア X の2号、上りの1番列車です。ダブルパンタがかっこいい。はい、春日部から北千住へ向けて出発するシーンです。はい、新時代の到来を思わせるスペーシア X です。今後乗っていきたいと思います。では春日部ウォッチング、恒例の東口星王社基地跡地です。整地が進んでおります。はい、そして午後再び春日部駅やってきました。7、8番線ホームですね。家帰ったら寝ちゃいまして、再度春日部駅へやってきたわけなんですが、なんとですね、この日春日部お祭りで構内非常に混雑しておりました。むむむむって感じですね。特設コーナーにはこういうね、スペーシャル X 2023年7月15日からということで、これ毎日日付変わるみたいですね。記念写真が撮れます。記念乗車券、スペーシャルのね、運行記念乗車券買いに来たんですけど、なんと春日部駅売り切れということで、どうしようかなと思ってね。あらかじめ帰りの分の切符をご購入いただくか、IC カードへのチャージを
どうしようかなと思ってここでね考えてたところです。春日部の他はね岩月も売り切れてたみたいで、うーん、どうしようかなと思いまして、もろもろ調べましたら、まだ7高台にはありそうということで7高台へ向かうことにしました。最終カードでの登録経由はできませんのでご注意ください。西口から東口へのお通り抜け、または東口から西口へのお通り抜けは券売機にて入室条件のご購入をお願いいたします。ということで7高台行くこと決めたんですけども、その間もねこう階段の下降りることできないぐらい混雑してたんですね。ただいま夏祭りの開催に伴い春日部駅構内大変混雑をしております。お帰りの時間帯はさらなる混雑が予想されます。そのためお帰りのための乗車券をあらかじめご購入いただくか IC カードへのチャージをあらかじめしていただくことをお願いいたします。ということが予想されます。はい、ということでね、いよいよね、ホームの部分と、線路の部分、ね、区切りまして、土のね、こう整地作業が行われているというところですね。上り仮本線、上り仮ホーム、上り仮副本線の位置が、これでおおむね決まったんじゃないでしょうか。ということで、はい、7高台にやってきました。字幕車がね上りも下りもというところでございます。はい、ということで7高台のね駅ぶち替えまして、改札の外で写真を撮りました。再度入場しました。スペシャル X のねこれ模型ですよね。おー、7高台飾ってありましたと思いましたら、構内入ったところにねこのようにディスプレイされてまして、これはなかなかね、乗りたくなる演出ですね。ペッパークラフトです。ね、なかなか車内もね、これ、特徴がわかるようなペーパークラフトで、おー、この椅子座ってみたいぞとか、この座席座ってみたいぞとかね、思わせる演出です。ね、日光寄りの先頭車はコックピットラウンジとなっておりまして、ビュッフェみたいのがついてるんですよね。そしてはい、6万系のこのボードもあります。では無事記念乗車券買えましたので、この日は7高台から春日部へ戻りました。今後はですね、スペーシャル X の乗車体験機等を交えまして、春日部ウォッチング引き続き撮影していきたいと思います。チャンネル登録、いいね、評価、励みになります。ぜひぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。